うわ、今日のお昼何食べよっかな。あー、どれにしよう。はいっせー。あれ、ラくん、どうしたの。あ、ちょっと用事やってきたんやけど、うん、めちゃめちゃうまそうやん。あれ、サラくん、お昼食べてないの。そうなんや、くれ。つまりこれはポケルン恒例のお昼姫食べられるラジオ。ラオということで、はい、ポケルン恒例のお昼姫今回4人いるんですけど、食べ物は3つしかありません。そして、食べたいものが被った人は食べられません。今回いろんなね、ジャンルのご飯を用意してるので、お腹いっぱい食べられるように、早速やっていきましょう。はい、最初ね、もうお腹が空いてるだろうと思ったので、はい、天ぷら牛飯丼お寿司。天ぷらはさ、なんかいろいろ天ぷら以外にも入ってるから美味しそうだと思うよ。ちょっとこのさ、うん、牛飯のこの上のパッケージ開けていい？いいよ。確かに見たい。待って、味玉入ってる。味玉入ってる。味玉入ってるわ。これは座点高いよ。まあね、うまく駆け引きとかをして、なんか誘導して自分が食べたいものじゃないものを書かせたりとか ね。はいはいはい。じゃあそろそろ良いですか？はい、いっぱいあるからね。これ最悪22で被ってたら誰も食べられないで終わるからね。それはえぐい。いいですか？はい。じゃあせーので発表しましょう。あいや。せーの、うわー。いくらだけにしようぜ、いくらだけにしよう。おー、こら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 。えー、怪しい。じゃあこれは回収します。うわー、誰が言った、そんなん最初に。誰が。マー君に食べてもらいます。うわ、全部マーちゃんに。はい、マー君どうぞ。やったー。ちょっと困ってる。やったエビー。うわー、もう、ゲームリンゴジュース。なんだとタピオカ。そして3つ目、我らがコーラ。あー、いいじゃん。あ、出た出た。間違いないね。さあ、何を選ぶのか。間違いない。どうするみんな。え、いや、トキちゃんはやっぱ自分を貫いた方がいい。まあ確かにね、うん、あ、マジ自分を貫く、うん、自分を貫くよりは高級なの行った方がいいと思う。トキちゃん、高級ってどれなの。高級、高級、まあ、それリンゴジュース結構そこそこなお値段。やっぱハーちゃんとかもやたらこれ飲みたい飲みたいってたじゃん、ゴンちゃんゴンちゃん。あー、じゃあいいですか。はいはいはい。せーの、うわい。はい、タピオカ。コーラ。コーラ。コーラ。あーバカー。みんな飲めるやん、コーラ。だってみんなタピオカ行くと思って。そう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 、もう飲めれば何でもよかったもん。うわーい。コーラもコーラ大本命。大本命タピオカ。めっちゃうれしそう。ベビータッピしてあ、ベビータッピするよ、うん、せーの、ベビータッピ。遅かったから、後からついてくるタイプの。そんなおいしい。うん、次そろそろデザート。どう。確かに確かに、はい、高級ゼリー。はぁ、フルーツがたっぷり入ってるおいしいゼリーです。間違いない。マカロン。うわぁ、超高級イチゴ。青です、よく聞くやつ。マジで食べたいな。マジで食べたい。でもこれしかないんだよな。これしかない。まあ一択やね。まあそうやね。絶対食べる。じゃあいいですか。はい、いきましょう。せーの、はい。マカロン。マカロン。あらおう。マカロン。バーッ。マカロンが、そんな気がしたから。マカロン、これ誰も食べれないの。えぐくない。えぐいよ。えぐえぐえぐ。よくないよね。これ全部マーちゃんでしょ。マー君が。え、ミリ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 。だからダメだ、もうマー君が身を乗り出して、マー君を見ようとしてる。今すごい。ジルリジルリしてる。マジで食べた。うーん、甘っ。うるさいな。甘っ。早く行け。おいしい。マー君もずっと見てる。食べたいんだ。じゃあ次行こう。はい、次ですね。お刺身。刺身。生ハム。生ハム。最後。最後なんだ。入ってるね。あ、そう。え、カルパスって多分みんな思うと思うんだけど、うん、あの、うん、スラ君とトキちゃんは ね大喧嘩するぐらい、大喧嘩するぐらいカルパス。まあまあまあ、違う違う、あれは食うよ、うん、で、うん、この間会って、うん、俺が食べようとしたら、うん、勝手に取られて、取られてない。取ってないんだよ。マジで取ったな。置いてあったから慣れただけなんだけど、もうほんとめっちゃ食ってよ。めっちゃ食ってよ。長くなるからやめて。3時間の動画になっちゃ う。このサーモンプリップリでうまそうだな。確かに3人仲良くカルパスでいいやん。
え、それなんだそれ。そういう意図で。じゃあ、はーちゃんどういくん。教えない。なんだ教えない。はい、じゃあ良いですか。はい、はい、せーの、はい、お楽しみ。生ハム生ハム生ハム、やーい、なんでなー、カルパスいけったりは。ちょっと、普通にはカルパス。ダメだね。はい、食えよ。いただきます。うわー、行ったよ、白いとこは。うわ、逆再生してください。うん、お願いします。絶対して、絶対して、まいちゃんすな。次はお手柄だ。タック一回も食べてない。一回も食べてないよ。お腹スキペコリンチよ、マジで。今回アイスということで、ワッフルコーンのソフトクリーム、ハーゲンダッツ。パルムじゃない、呼んでるし。うん、まあ間違いないね、これは。オッケー、さあ、いくよ。はい、せーの、はい、ハーゲンダッツ。パルム、イエスワッフルコーン、ハーゲンダッツ。うわー、やったー、やったー、イエーイ。いただきます。じゃあ次行きますか。はい、続きまして、まあ、アイスの後ということであったかいものを食べたいでしょうと思ったので、肉まん、はい、うわ、ピザまん、はい、あんまん、はい、はい、はい、いいですか。いいよ。じゃあせーの、はい、あんまん、肉まん、肉まん、あんまん、うわー、オセロ。誰も食べれないもん。誰も食べれない。うぐ、いや、悔しい、これ全部誰も食べないよ、これ。じゃあ続きですね。まあ、また喉が渇いてきたんじゃない。渇いた、おー、渇いた。飲み物飲んでないよ。さっきから唾液しか飲んでない。一つ目、こちら、梨のスムージー。スムージー絶対うまいじゃん。ミルクココア。アイスと合いますよ。確かに。マントレーニアノンシュガー。え、梨好き、みんな。梨は好き、果物のね。うん、うん、めっちゃ好き。うん、梨めっちゃ好き、ね、梨めっちゃ好き。これでか、あいつ。いいですか。うん、せーの、うわっ、ココア、梨スムージー、ココア、梨スムージー。うわー、なんで。じゃあ誰も飲めないんだ。いや、きつい。うわ、えぐー。じゃあマー君、これからココアと梨スムージーとノンシュガーまみれになる。うん、そう。肉まんとピザまんとあんまんまみれになった後に、うん、梨スムージーとココアとノンシュガーまみれになる。どう。嬉しい。今の入ったかな、もんね。入ってるかな。入ってないよ。あー、もう、ごめん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 。続きまして、いろんなフルーツが乗った高級プリン。プリンなのこれ。プリンプリン、プリンアラモード。そう、メロンたっぷりのゼリー。え、そして最後、んラムネ。クッカあった、うん、マジでこれだけはお前犠牲になれよ。誰誰誰誰、マジで。いや、もう誰だ言わへんけど犠牲になれ。いや、これは何を選ぶのかめちゃめちゃ気になるところですね。間違いないんだよな、これで。好きって言ってるから、私これやった。あいや、いいですか。うん、いきますよ、せーの、はい、はい、プリアラモード、メロンボール、プリアラモード、メロンボール。うわぁ、誰が行くねんこれ。検証したかったよ、トキちゃん。この状態でラムネを選ぶのか、うん、ずっと食べたいのと、うん、たまに食べたいみたいなんです。そう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 、しかも持ってるよね、ラムネ多分。うん、持ってる持ってる。全然食べれなくない。え、なんで3食食べてたの。3か、おい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 、ちょっと、あまりにも食べれなさすぎない。食べなさすぎ、食べれなさすぎるよね。もう食べよ、食べよ。っていうことで、はい、ちょっと特別ルール、こちら、先ほど登場しましたマカロン、これでストラスト。うわー、マジ。ちょっとこれさ、味教えてよ。そう、いちご、抹茶、ストラス系、キャラメルかな、うん、ベリー系だと思う、和栗、ピスタチオ、うん、ベリー系。マジでみんなで食べよ、食べよ、マジでみんなで食べよ。せーの、はい、抹茶、ストラス、ストラベリー、ピスタチオ、やったー、やったやめましょう。はい、いただきます。いただきます。うまっ、うまっ、うまっ、おいしい、うまー。あ、続きまして、とんでもないものを用意しました。でー、何それ、いいの、フルーツの盛り合わせ、ポケモンのクリスマスのくやつ。おいやー、そして最後、ラムネ盛り合わせ。あった、ゾーン、うん、あれ、で、私フルーツめっちゃ好きって言ってるしさ、うん、お菓子めっちゃ好きやし、うん、ラムネはもう言わずもがなって感じや、うん、いいですか。よし、いきますよ、うん、せーの、はい、ポケモン、お菓子セット、ラムネ、お菓子。うわー、ちょっと待って、誰も書いてないの。おかしくね、それ。いや、でもフルーツかラムネだった、うん、が、しかしフルーツはここだけすごい食べたいなと思ってた。あー、いいよ、もうラムネ持って帰れよ。あー、もう見たことない、これ。ゲームブースターって書いてある。怖いじゃん、かっこいい。うん、あ、すごいよこれ。あ、すごい、あー、すごい、おいしい。フルーツ食べたい、フルーツ食べたい、食べたい、食べたい、食べたい。
今フルーツ誰も遊んなかったってことは、うん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 、まだ誰のものでもない。だーマジですか。そうだと思う。あかん、もうとにかくこれはどうにかして食おう。マジでどうにかしたい。リンゴ、マスカット、みかん、ラフランスですね。はい、この次が最後なんです。え、マジで。はい、喉乾いちゃった。ね、フルーツで、フルーツ潤してから、はい、最後ね、お仕置きのものを用意してるんで。はい、はい、来ましたか。お願いします。が、行きましょう。せーの、はい、ラフランス、みかん、ペイマスコード、みかん、だー、あー、みかんでしょ、すごい。今回どっちかがリンゴって書いてても4人で食べれたんだ。よし、じゃあちょっと私洗いに行こう。あ、あ、いたたたたた、手首痛めちゃった。これはリンゴないと治らへんやつや。あ、まずい、まずい。じゃあ僕のこのお見舞いで、うん、あ、いいですか。うん、ありがとう。やったー、リンゴ見通すぎる。はい、ということでじゃあいただきましょう。いただきます。ちょっと見せてな、フランス。届いてからすぐなんでちょっと固め、桃かな。あー、桃かな。あー、ね、そうそう、ラフランスの食感。あ、うまそうやね。めちゃめちゃ美味しいのよ。もう怪我したって。うん、あ、まあ、食べれないや、かわいそうだ。入れ、うん、をしてあげよう。雑荒漁師やん。ということで最後といえばみんな大好きお肉。お肉、牛タン、チーズインハンバーグ、やばいって、ステーキー。はー、なるほどね。ちょっとでもチーズ見たいな、うん、あ、見ちゃう、見ちゃう、気になるな。パンパンだもんな、うん、パンパン、マジでもう溢れんばかりよ、うん、もうだからもうこうやって手つないで肉が早くしてくれ。チーズがこっちへ。じゃあいきますよ、割っちゃいますよ。うん、めちゃめちゃチーズたっぷり入ってる。もうステーキ選手のアピール。確かステーキが一番高いです。はぁ、ステーキ選手の応援グッズ。わぁ、えぐい。平和に行きたい。いや、平和に行きたい。好きだよ、牛タン。うん、私も牛タン好き。しかも、ときちゃんが好きなのも知ってる。あ、ちなみに私、チーズめっちゃ好き。あ、そうだね。そうそうそう、食べたいなぁ。OK、できた。せーの、はい、ステーキ、ステーキ、牛タン、ステーキ。わぁ、ちょっと待って、耐えられない、耐えられない。令和の次の新しい言語はこちら。ならんのよ、令和の次の言語、牛タンには。これはさ、でもはんちゃんちょっとさ、うん、完全にハンバーグ。あ、そうだね。いや、そうだね。そこないよな、かも。ハンバーグにみんな行きたくなるかなって思ったの、逆に。あ、なるほどね、誘導したんだ。そう、え、でもさ、これさ、牛タンに失礼だけど、うん、ハンバーグとステーキも失礼になるよ。いや、失礼になる、だって、本当に。ときちゃん、これってさ、え、どういう話？3人でもう一回、うん、あ、これを。まあでも確かにファイナルステージやからな、うん、いいでしょ。いやー、なんでお前権限があんねん。じゃあこれも戻せよ。じゃあそらくんは文句言うからなし。なあ、じゃあもうまあね、3人なんでまだ、はい、1人食べられるか、うん、もうほんとこれで最後だからね、まあ、これで最後ね。いいですか。いいよ。じゃあせーの、はい、どうしても食べたいステーキ、ハンバーグ、ステーキ。よっしゃー、来た来た、残念だったな。じゃあ、食べろだくん。そっか、タックも食べれんだ。ね、よかったね。やっと手に入れたんじゃい。よしかー。じゃあ召し上がってください。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、いただきまーす。始めよ。早い。今リアクションやってんね、今。タキちゃんが今から超面白いリアクションタックからタックから、うん、普通にだって感想がね。そう、普通に、うん、チーズのまろやかさとお肉のパンチが効いて、これはうん、二重丸。何が。ちょっとね、糖分とか摂取できてなかったし、頭が回ってないんだよ。何が。徳ちゃん、お味いかがですか。いや、もう本当にめっちゃ美味しい。牛タン最高。もう次の原稿は牛タン間違いなし。何が。便利やな。何が強い。何が、ね、何が。ありがとう、吹田さん。うん、はい、ということで皆さんお腹いっぱいになれましたか。うん、満足満足。ね、私も満足満足。あれ、結局ソロくんってお寿司だけ。マジで寿司だけ。え、まあ、ボーナスタイムのマカロンと、うん、あ、え、隠してた。隠してないのよ、それが。隠してて隠してて最後いじられるんやったら、うん、また成立するやん、うん、全然隠してたつもりなくて。めちゃくちゃなんか恥ずかしいな。はい、ということでね、今回の食べたいものかぶったらダメ、私もあれ食べたいな、み
な美味しそうだなって思った方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。うん、食わ、食わってみよう。ないのよ、一人だけない。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒバニーだったのでメッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。